島の方も関川、そしてまあ上田と高さのあるセンターバックですけれども、この2人の間でやられているというシーンがここ2試合続いております。ジャブリッチと藤井のところが、まあ、外に立ったり中に立ったり、してそこに関してそれに対してサイドバックがいいサポート、豊川今日は原なのかなという気がするんですけども、がインサイドした時にサイドバックかなり高く出てくるので、2試合得点のない両チーム、前半45分がスタートしました。落として松田つないだ豊川、山崎、原太一、左佐藤京、原は自分で行きました。いい守備でしたね、はい、今年からボランチですからね、何年もやってるようですが藤井カットシュート、ソイユ、いや上田、ソイユ、深いキャッチでした。滑ってましたね、うん、これはノーファール、原太一、3対3のシチュエーション、原太一行く、外す、原太一振ってきた、ここで前半終了のホイッスルです。0対0スコアレスで折り返しです。どの選手がゲームを決めるか、後半がスタートしました。左前に行きました京都さんがですが、ファールを取るんですよね、はい、ここは前半同様サイドが変わってもやり続けてますね。藤井前運んだ、クロスが来る、こぼれて後ろから来た、浮いてしまいました。豊川深く上がっていない、豊川雄太打ってくる、いやここのマッチアップ、また後半も内が1個落ちた、3人1のトップ下だとつきやすいんですけどね。武田シャプリッチのクロス、藤井が後ろからどうぞだ、う決まらない、戻して安西、足元樋口、もう一度広げる、1年樋口入れる、逆転、どうぞ、諸岡、安西幸喜が出る、諸岡から斜めチャブリッチ、諸岡、安西幸喜、真ん中鈴木優馬、ソユンです。安西幸喜から諸岡、外使う安西幸喜、左足のクロス、鈴木、浅田のクリア、チャブリッチ落とす、チャブリッチ前向いた、チャブリッチ、ラストまだある、藤井の柔らかいクロス、宮本コーナーキック、上田ちょっと長くなった、安西優斗、ヒル繋がって、藤井斜めに行く、斜めに行く、止まらない、藤井のシュートだ、安西幸喜、松田天馬、左へ諸岡、枚数います、関川残ってる、その関川へ、関川強い、取り返した、この時間鹿島押し込んでましたからね、試合前に言った自分たちの流れ、自分たちのリズムの先に点が取れるかどうか大事な時間だったと思うんですけれども、ここ関川がやっぱ残っていたところに対してのクロスの質非常に良かった、手の斧の動き出しです、動き直しですよね、